したいことなんだけど、はい、面白い大人になりたいっていうのは結構こう重要なポイントになってじゃん、うん、それはやっぱさっき話してた、うん、リビ戦行った時のエピソードが大きいの。まあ、そっちよりかはその前の職場で、うん、まあ、子供と生活してて、うん、なんかなんだろう、やっぱなんか子供から尊敬されるとか好かれる人って、うん、子供になんかこうなんかなんだろう、介護っていうかさ、世話してる人じゃなくて、うん、なんか変な面白い人、自分のやりたいことをやってる人がやっぱり子供になんかリスペクトされるっていうか、うん、面白いと思われるし、まあ自分もそう思う、うん、し、まあ子供は大人を見て育つから、うん、でなんか大人って基本疲れてるじゃん、うん、まあ自分は何もしてないけど疲れてるけどなんか楽しくなさそうじゃん、うんうん、それがなんか大人になりたくないなって子供の頃からずっと思ってたから。あ、そうなんだ。そう、まあ、今は別に大人になりたくないんだけどそうだ、でもなんか面白い、なんか面白そうな大人になりたいってこと。ああ、なるほどね、うん、あんな大人ならなってみたいみたいな。はいはいはい、なんか満員電車で揺られてるからさ、うん、なんか辛そうなおじさんにはなりたくないけど、あんな大人ならやってみたいなみたいな、うんうんうん、人になりたいし、そういう人を増やしたい。なるほどね。そうやって子供に言ったら、こうなりたい、大人になることが楽しみになるような背中を見せたい。そう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 。まあ、未来、将来に未来が、うん、あ、将来に希望がある。うん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 。子供にはね、未来に希望を見させてあげたいよね。うん、なんかこの前誰に聞いたんだっけ？なんかね。あの各世代にどの世代が一番幸せだと思いますかっていうアンケートを取ったことがあるらしいの、どっかのね、うんうんうん、したら、まず10代20代若い人たちは 4,50 代の大人って言ったんだって。で今のね、で今の 4,50 代の大人たちは自分たちって言ったんだって。で逆にどの世代が一番不幸だと思いますかっていう聞いたら、大人の人たちは今の若い人たち10代20代って言って、で10代20代もあの自分たちって言ったらしい。そうでも言ったらね、その世代にかかわらず認識が一緒で、うん、そう10代20代若い人たちはあのこれから不幸だし自分たちでも不幸だと思ってて、で50代の人たちはらしいの。なんで40代50代が幸せそうなんだろう。なんでなんだろうね。面白そうに見えないけど、なんでなんだろうね。でもいわゆるあの日本がわーっと盛り上がる昭和のいい時代にを生きたから、うん、で戦争もギリ経験してなくて、うん、なるほど、地球じゃねえや、日本がわーっとこう盛り上がって良くなっていくことをどんどん体感できたからなのかな。うん、ちょっとこのデータね面白いからもう掘り下げないとなとは思ってんだけど、うん、そう、まあそんなのがあるらしくて、と思った時に自分たちで俺たち不幸だし未来ないって思ってるって結構やばいなと思って、うん、向こう数十年間ね、それはいいもの生まれないし世の中もどんどん面白さ失っていくし、まあ、いかつ不幸せだよね、うん、30代くらいが一番かわいそうだと思う今の、うん、俺とか30歳かなんか、うん、なんかなるはさもうちょっとぶっ飛んでるから違うけどさ、それ以上の人たちってなんか会社に勤めることが正義で、なんか、うんうんうん、ローンを組んで、はい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 、車を買って、うん、なんかいいものを揃えて、うんうんうん、結婚してみたいなのが、うん、幸せみたいなのが当たり前ですね、うん、まあ、いわゆる今までの幸せがね、そうそうそう、そのまま継承されちゃってるみたいな。で、まあ、パソコンとかもそこまで触れてないし、子供の頃から触れてないし、うんうん、なんかそのこういう生き方もあっていいんだよっていうのがない時代の人たちがしんどそうだなって私的には思う。あーなるほどね。でこれから時代が変わっていくときにもう完全に置いてかれるんじゃないかというかね。今はうち的に面白いんだけど、うん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 、なんか変わっ
変わるぜみたいな。そうだね、うん、今完全に変わる予感しかしないもんね、うん、いや面白い。なるほど。え、逆に言ったら俺と綾尾多分年が4年ぐらい違うのかな、うん、したらさ、もうその差だけでさ、うん、あの周りの意識全然違うなっていうかさ、結構こう周りにも自分で生きてこうみたいな前向きな人多い。いや、てかこれをやってるとそういう人しか来ないから。ああ、周りにね。そう、うん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 、なんか人生に絶望してますみたいな人来ないからなんか逆にそういう人いなくなったのかなって逆に思うぐらい錯覚を起こすぐらいね。そうそう、てかなんか20代前半のやつがめっちゃ面白い。なんかあのさ、はい、カンタみたいな変な、うんうん、なんか、はいはい、えみたいなどういうことみたいなロジックを持ってる人が面白いなって。へえー、そうなんだ、うん、まあ、うちらはちょっと中間なんだよね。うん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 、うん、まあ、まさにその過渡期というかね。そうそうそう、30代のちょっとなんか今までの当たり前と20代のなんかこれからぶち壊していこうっていうの中間だから、うんうん、あれだけどなんか20代のなんかこれからぶち壊していこうってやつらに、うん、が来ると、うん、ってなってめっちゃ面白い。そうなんだ、こんないいんだとかあるんだ。そうそうそう、あやおがそれ思って相当だな。そうなんだ、そっか、じゃあ結構これからの未来明るいかもね。そうでもないそうでもないあ、どうだろう、分からん、まあ、気に曲がじゃない完全に。うーん、まあ言ったら結局世代は変われどってことだよね、それは。しだ支配下に置かれる人と、うん、そうじゃない生き方もあるというのを気づいてそっち側に行く人、もう二極化で、まあ、今の10代は、まあ、変われると思うけど20代は二極化すると思う。うん、なるほどね。そうなんだ、ね、それはやっぱそのなんだろう、二極化のさ、支配下に置かれる人っていうのは何に支配されるんだと思う。なんだ、上の年代かな。ああ、なるほどね。言ったら変わらない仕組みと変われない人にそのままね、うん、システムに取り込まれるというか、うん、なるほどね。そっかそっか、時代はそういう風に変わっていくんじゃないかと。そうです。面白い。 いやそんな中で、うん、ごめんね長くなって。あやおが本当、うん、あやおがさ、こうさ、こうしていきたい、自分自身がこうしていきたいなとか、うん、こんなことやっていきたいなみたいなことって今ある？